てか、そもそも私、御三家ポケモンしか使う気がないからな。それ以外はとりあえず、図鑑埋めのためにやってるだけ。おお、スカタンクだっけ？スカンプーだった。 ライバルはダンテだしな。そうなんだよな。結局な、そこじゃん。いや、倒しちゃう、倒しちゃう。危ねえ、危ねえ。倒しちゃうわ。ワンパチ。図鑑埋めするのさ、そこそこしんどくない？これ本当に進化するんだよね、みんな。ねえ、1パチ、ワンパチ、4パチになるんだよね、本当に。図鑑3日ぐらいで埋めた？え、そんなにかかんない？なんか見た感じ、めちゃくちゃポケモンの数多いんですけど、でも。めちゃくちゃポケモンの数多ない？いける？今作楽？マジで？でもみんなちゃんと進化させてやったんだよね。ちゃんと進化させて図鑑埋めしたんでしょ？それでも楽なの？結構経験値が早めにもらえるとかそんな感じ？ああ、そういうことね。クイックボールで捕まえて飴でレベル上げて進化みたいな感じ。その飴はあれか。さっき巣穴潜った時のあれか。確かに。クイックボールいいな。それはそう。何これ、非面か。じゃあクイックボールが手に入るまで進めた方が良さげか。だってもうだいぶん捕まえたもんね。とりあえずこいつらのレベル上げして進化をさせなきゃいけないから。そう、ニッシーちゃんはね、進化前まで揃えてるもんね。そっか、飴があるんか。そりゃ楽だわ。こいつ進化しなさそうなんだけど、進化するの？なんかパッと見しなさそうな雰囲気感じる。お、ヒールボール。あ、するの？しない顔してるじゃん。進化しませんよーっていう顔してるじゃん、こいつ。するの？ワイも進化前も揃えて図鑑番号順に並べて2体に対してた。そう、私はね、色違いをそれでやりたいんだよ。それやりたいんだよ。色違いをそういう感じで並べて、ポケモンホームに並べてやりたいの。ルーチンかかってるポケモン以外の色違いも揃えた。なんか最近伝説でもさ、色違い手に入れようと思ったら入れるらしいからね。ポケモン GO とかでもそうだし、割と簡単に手に入るみたいな噂を聞いた。お前か、お前いらないわ。いやー、あの揃えてる時が一番楽しいよね。揃えて、それを眺める時間が一番楽しい。マジで。あの瞬間が一番楽しいよ。男な刑事も。あ、道路でもキャンプ、できんの？え、マジで？そうなん？ちょっとキャンプしてみる？まだ一回もやってないよね、キャンプね。ちょっと、こいつ戦ったらやろうや。キャンプしようぜ。今、改造じゃないと色出ないやつ何がいる？無限ダイナとバトレとウェブラオスダクマ。あ、なんか調べたけど、無限ダイナはまだ出なかったはず。あ、そっか。ザマゼンタとかあの辺は配布されたのか、もう。去年の9月ぐらいに配布されたんだよね。
ここで出てくる、なんやっけ、あの伝説ポケモンかは去年配布されたはずだから、あとなんだっけな、一応これ始める前にちょっとだけ調べたんだよ。無限ダイナ11月あたりに配布。あ、そうなんだ。ちょっとまたみんな教えて。私すぐ忘れちゃうから。何？どうしたの？ポップは多分先に行ったんじゃない？何？ちょっとだけ面白いことあって。これ面白くなかったらどうしよう。ローズ委員長の会社？めっちゃなんか環境破壊してるけど大丈夫？3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えている。へえ、つまりカラル地方のエネルギーも委員長が支えているわけ。よくわからない人だけどすごいんだよね、ローズ委員長。ああ、そうなの？そんなにすごいの？あ、あざます。おお、めっちゃ優しいじゃん。そんなに長いの？道のり。次回、相馬市、また子猫を拾う。ルイル、スタンバイ。いやー、別にもうなんか、一匹でも二匹でも変わんないからいいよ。一匹いようが二匹いようが変わんないよ、もう。ちょっとキャンプしてみよう、キャンプ。まだやってないんだよ。リーグカード？いいなぁ。髪の毛、その髪型決まったんだった。あ、変えたんだった。いいなぁ。この顔いいなぁ。やっぱり。あ、レベル20までのポケモンを捕まえることができる。あ、そうなんだ。あった。キャンプセット。道路でも使えるって言ったじゃん。道路でも使えるって言ったじゃん、あいつ。メニューから開く？メニュー？メニューにポケモンキャンプの項目があるじゃろ？マジ？ちょっと、ここがいいな、私。キャンプするならここがいいな。え？そこにあんの？ちょっと待って。あったしーん。全然見えてなかった。ポケモンキャンプではポケモンたちと一緒に遊んだり料理を食べて仲良くなれます。たくさん遊ぶと勝負でも頑張ってくれるかも。ジョイコンでも遊べるの？ポケじゃらし。へえ。ワイルドエリアでキャンプを開くと最大4人で一緒に遊ぶことができる。へえ、そんなことできんだ。ああ、夜回る。こっち向いてよ。ちょっと。あ、こっち向いた。おもちゃを出す。おお。そんなに興味示さんや。おお、来た。あ、来た。痛い。めっちゃぶつかってくるじゃん。グレアじゃん。犬ヌワン。ちょっと犬ヌワン。犬好きだろ？犬ヌワン。犬ヌワン。あ、ヨマールも来た。ヨマールこんな、だよね。興味ないよね、絶対ね。わ、犬ヌワン来ない。あ、なんだこれ。犬。うわー、持ってきた。うわー、持ってくる、すげー。他になんかあるの？あ、ないんだ。あ、料理があるよ。よっしゃ、カレー作るぞって。カレー作ろう。
マルチでカレーも作れる。最高評価目指すならマルチ必須。あ、そうなんだ。最高評価目指すならカレー吹き出させないといけないから。好きな食材や木の実を選んで料理を作りましょう。貴重な材料を使ったり、たくさん木の実入れたりすると料理が美味しくなる。なんか難しそう。ちょっと、じゃあやってみよう。試しにね。試しにやろう。フライの盛り合わせ。こんなん入れれるんだ。食材。待って。隣行かないの？隣。入れない。あ、入れないっていう選択肢があった。危ない危ない。じゃあ、辛口。辛口。甘みはいらない。甘みはいらない。辛口。めちゃくちゃ辛くなりそうなんやが。お、辛口。激辛できるんじゃない？ 激辛できるから。ちょっとこの辺にしとく。やってみようぜ。これで。どうすればいいの？普通に仰げばいいんだよね、これね。これどれくらい、まだ仰いでいいの？まだ仰いでいいんだ。混ぜて。これめっちゃ混ぜればいいのかな？鬼のように混ぜればいい。わ、なんかめっちゃキャンキャンしてる。いい感じかな？いい感じ？これ。めっちゃ散ってるけどいいのかな？あ、散ったらダメなんか。あ、散ったらダメっぽいな。むず加減。ダメなの今の。 ラグあんのそんなに。辛口カレー、やっぱりできたじゃん。辛口でカレー。 思った通りのカレーができましたよ。美味しいかな。お、いいじゃん。美味しいらしいよ。ソーナンス級の美味しさ。ソーナンス級ってこれ、そこそこいいの？初めてやったけど、これはいいの？星2だって。あ、いいんじゃない？ HP を半分回復、少し経験値をもらった。ユナとナビフットたちはまた少し仲良くなった。星2つです。これ長く投げれるって言われたんだけど。これで？グイーン、こう。あ、ほんとだ。めっちゃ長くなった。OKOK。わ、そんなに経験値くれるの？キャンプで？すご。星5個まであんの？じゃあ全然ダメじゃん、逆に。星5個まであるんだったら全然そんなに美味しくはないじゃん。警察官？あ、違うわ。郵便屋さんだった。ポケモンカレーでも食ってる。ポケモンカレーは甘口だぞ。甘口のポケモンカレー美味しいんだぞ。いやー、ポケモンカレーはうまいよ。カレーの中で一番うまい。いいな、ポケモンカレーも食べたくなったな、今日。わ、どうしよう。吉野家とポケモンカレーどっちにしよう。吉野家食べたいなぁ。ついばむ？なになに？ついばむ？ああ。じゃあこれでいいかな。
序盤はこの辺りが限界。あ、そうなんだ。じゃあ序盤の中でいい感じのを出したってこと？やるじゃん。あ、お金持ち、おじさん。もうちょっとちょうだい。お金が。あ、誰かキャンプしてる。誰誰？何？クラボの実持ってる。いや、いいです。知らない人のお家に入るの怖い。星100まである。それは嘘でしょ。それは嘘だよ。それは騙されないよ。何？何その薄っぺらいの。役で絶対炎タイプじゃんお前。だよね。もらい火だって。あー、通らんか。炎タイプか、だるいな。安で、役で、だよね。安でだよね、これ、元のやつは。痛い痛い、もう。邪魔カレーの辛口以外認めない。いや、辛口は辛いからダメだって。辛いんだから。食べれない食べれない。レドームシって何？何その折り紙。折り紙じゃん。見た目折り紙じゃん、お前。どうしたん？何をモチーフにされてるの、こいつは。なんか、お金持ち多いな。子供なのにお金持ち多いな。入れ替えないよ。こいつだけで行くって決めたんだ。